エントリーナンバー33番新田周平28歳、シンガポールボートキーの滝でダイレクターシェフをやっています。料理名はガメニです。テーマを耳にした時の最初のインスピレーションは福岡はもちろんですが、心のふるさと原点である母の手料理でした。ですので郷土料理である筑前煮というよりは、私の母が作っていたガメニを今回の僕のふるさととし、この料理と一皿目に提出した庭園を線でつないだもので表現しました。今回選んだ食材は市場で選んだものばかりです。近くの日系スーパーに行けば無理やり福岡のものを揃えることも可能でした。しかし今やらないといけないことは、この地で作られている食材の中で良いと思ったものを使い表現することが無理なく自然だと考えて選ばせていただきました。一見奇抜な分解再構築に見えるかもしれませんが、旨味の凝縮した鶏のエッセンスで具材すべてを調理しているので統一感を生み、また絹さやと白滝のパスタの爽やかさで単調さを出さないようにしているため、鶏とごぼうのハーモニーを最後まで美味しく召し上がっていただきます。ガメ煮をなぜ選んだかというと、シンプルな調理を選択してどこか懐かしさを感じてもらい、みんなの思い出の味を共有できると考えたからです。どこにいても日本の食材が手に入るようになりましたが、今回はそれを無理して使うことなく、移り住んだ土地との結びつきや生い立ちなどのバックボーンが重要な表現方法の一つだと考えます。今後やりたいことは、学校給食、調理実習、チャリティーなどを通して食文化の重要性を次世代に伝えることです。また発足したクラブレッドを有効活用し、大会スポンサーの方たちとともに自分たちのフードを世界にアピールできる環境を作りたいと思います。世界に出た先人たちに負けないように、私の考えるフードを現地の文化に還元し、ここシンガポールから世界に向けて現在発信している最中ですので、ぜひご協力ご賛同よろしくお願いします。